これより令和2年度白原セミナー情報社会を生き抜くためにを開会いたします。本授業は区民の皆様に政治や選挙を身近に感じていただく機会として開催するものでございます。第1部は基調講演、そして第2部は若者フォーラム、ネット社会における情報と選挙と題したパネルディスカッションを行います。それでは第1部の基調講演を始めさせていただきますが、はじめに本日の講師でいらっしゃいます龍崎隆先生の主なプロフィールをご紹介させていただきます。横浜国立大学教育学部卒業後、毎日新聞社に入社され、政治部において竹下内閣当時の首相官邸、外務省などを担当。その後東京放送入社後はモスクワ支局長や報道局政治部長などを歴任されました。退社後は流通経済大学スポーツ健康科学部教授に就任され、現在に至っております。本日は政治とメディア、その舞台裏をテーマにご登壇いただきます。それでは皆様、龍崎隆先生を盛大な拍手でお迎えください。私今、主な活動は東京ですとか大学の方茨城にありますので、関東周辺で、お仕事させていただいているんですが、去年から実は岩手県の方に移りまして、現在実は岩手県民でございます。ただ10年以上前から電通院のお近くに住んでいたりですね、今も東京出てきますとこの近くにいるものですから、先日も知人からですね、街中を降りていたら、なんかお前の顔がベタベタ当たるぞと言ってですね、なんか嫌な電話がかかってまいりましてね、まずいなと。マスクをしていてもですね、最近マスク慣れ皆さんしてるもんですから、マスクをしていても顔が分かっちゃうことがよくありましてですね、こんなここで好き放題お話をさせていただいた上で街中をうろうろしていたらですね、どっかお叱りを受けるんじゃないかなと思って、今日ちょっと戦々恐々として参ったところでございます。今日のいただいている題は政治とメディア、その舞台裏ということで、お話をさせていただくことになっております。政治とメディアといいますとですね、何か特に政治を担当する政治記者、毎晩毎晩とは言いませんけれども、総理大臣とですね、いろんな会食をしたりとか、政治家といろんなお付き合いをしますので、いろんなね、癒着とか、どんなことをやってるんだろうなというふうにですね、皆さんちょっと半分お疑いの面もありながら見ていらっしゃるところもあるんじゃないのかなというふうに思います。最近はですね、これからまたお話を申し上げますけれども、だんだん記者と政治家の距離っていうのは離れております。私がやっていた現役でバリバリ回っていた頃はですね、本当にもう24時間365日に近いほど政治家のそばにおりました。そういう意味ではですね、密着型の取材と言っていいのかなと思うんですね。政治家のそばにいて政治家の話を聞いておかないとですね、常に聞いておかないとこの人物が何を考えるかわからない。ですからどうしても密着型になって懐の中に入り込むような取材をですね、ずっとしていた時代がございます。しかしだんだん国民の間、有権者の方の間にいたこの私たちのような政治記者ではなくてですね、直接この話しかける、語りかけるというふうにね、状況は変わってきております。そのあたりのことも含めながらですね、なぜそういう取材の体制、それからメディアの在り方が変わってきたかということも後半お話をしたいと思います。前半は私の経験をもとに、政治家というのはどういうことを考えて、どういうふうに我々はそこに肉薄していったかということをお話しし、後半はその今の政治のとメディアの在り方、そして皆さんとの間、これについてね、お話を申し上げたいなというふうに思っております。政治とメディアの、関係ということですので、それを中心にお話をいたしますけれども、実は11月読売新聞という新聞社が、という新聞社といいますかね、皆さんご存知、読んでらっしゃる方もたくさんいると思います。このように
私圧巻のスクープ連発と書きましたが、実は11月23日から1週間にわたって安倍前総理の桜を見る会前夜祭の問題について毎日のようにスクープを出しました。怪しいんですね、これ、このスクープは。何が怪しいって、中身が怪しいんじゃないんです。全部東京地検の捜査の状況がずっとこういうふうに書いてあるんですね。で、メディアと当局ということを考えますとですね、検察庁というのが一番情報の管理が厳しいところでございます。私も東京に来て検察庁は担当したことはありませんが、埼玉県の今埼玉市と言ってますが、浦和にいた頃警察司法担当の記者を、まあ、地方のですね、埼玉県警と浦和地検の検事のところを回るという仕事をしておりましたが、個別に検事にあたって取材をしたのがバレれば即出入り禁止、検察庁からですね、そういう世界でございます。何かあればナンバー2の次長が対応します。それ以外の検事に取材をしたら、もうお前は検察庁に一歩も入れってわけだと、取材ができないと、そういう世界でございます。東京地検ももちろん同じような状況、ただ社会部の記者、敏腕記者が揃ってますのでね、皆さんいろいろ取材を工夫してるし、まあ、その網をくぐっていると思うんですけれども、しかしですね、捜査の状況をですね、例えばこういうふうに11月23日に、まあ、安倍前首相の秘書を聴取していると、こういうスクープを出したらですね、次のスクープ出ないんです。なかなか、出入り禁止になるから。ということなんですね。それだけ厳しい世界といいますか、もちろん記者は出入り禁止になったから何も取材できないほどアマチュアではありませんけれども、なかなかこういうふうにですね、毎日毎日ですね、出てくるというのがおかしいんです。で、我々は何を考えるかというと、これは東京地検のニュースではあるけれども、東京地検から出たニュースではないんじゃないかなと私たちは考えるときがあります。毎日ニュースが出ない役所なんです。でも実際に毎日のように出てくる。各社がこの後を追うと、まあ、11月24日の朝刊には毎日新聞とか朝日新聞がこれを書いてあるわけですね。そうするとその朝には一歩先行って額が書いてある。翌日他の新聞社が800万円の額を追っかけて書くと、その日の朝には読売が領収書を廃棄したと。これもう範囲があるってことが明白な書きぶりですよね。そうやって一歩一歩毎日のように早く書いていくと。記載方法を紹介したなんてことはですね、その後報告書に書いてないんですから、もう犯罪ということを理解しながらやってたということの明々白々な報道なんですね。こういうですね、ことを毎日のように出す、まさにだから圧巻のスクープなんですけれども、なかなか検察庁を担当しているだけでは、こういうふうに毎日のようにニュースが出てこない。じゃあどこから出てるんだということなんですね。まあ、私たちが通常考えるのは、これは司法がここまで完璧に抜くことは、毎日抜くことは難しいと思うと、政治から抜けてるなというふうに考えます。つまり検察庁の報告を受けている政治の部分、まあ、簡単に言えば首相官邸ということになるわけですね。首相官邸が検察の捜査状況を報告を受けていて、その状況を分かっている、分かっているところから抜けているんじゃないのかなと思うんですね。つまりこれは私の推察、まあ、多くの方の推察ですけれども、この東京地検の捜査状況は首相官邸から漏れているんじゃないかと普通考える。だから私政治記者だったらですね、やばいなと思うんですね。私の同僚というか、私の横にいる読売の人たちが知ってると、これを首相官邸から聞いてると、首相官邸担当している俺は何やってんだというふうに上司から怒鳴られるわけですね。やばいなと、これは知見の話ですよって言ってられなくなっちゃうんですね。でもねって思うわけですね。あれ、今までのずっと報道を見るとですね、読売新聞って今の政権に結構応援団だったよねって私なんか思うんですね。これ2017年5月3日の憲法の日の一面トップに安倍首相が単独インタビューに、読売の単独インタビューに応じたこの記事なんですね。
総理はですね、5月9日に本当に憲法改正20年を目標にしているのかというふうに予算委員会で聞かれて、こう書きました、こうおっしゃって、私の考えは読売新聞に書いてあるから熟読してほしいと。ご記憶のある方もいると思います。国会軽視だと言って野党が大騒ぎをした。国会で説明をしないで新聞、読売新聞を読んでくれ、まあ、これは確かに国会軽視の発言と受け取られても仕方がないんですが、それだけ読売新聞さんと総理は一体だったということなんですね。まあ、全部は全部一体ではありませんけれども、少なくとも総理のこういった考えに読売新聞は賛同しているから、こういう記事を出すべきだということなんですね。まあ、俗な言い方をすれば、総理の割と味方なんじゃないかなと、まあ、僕らなんか思ったわけですね。そういう新聞社がなぜ今安倍総理の死を事情聴取されているということを次々とスクープをするのかということですね。でもね、これは公職選挙法違反もしくは政治資金規正法違反という刑事事件ですから、当然刑事事件は告発を受けてこれ捜査をしてますので、安倍さんが好きだとか嫌いだとかそういうことは関係なしに事件として進めば報道はされるわけですね。それがこちらの部分なわけですね。つまり検察が捜査当局としてこういうことを捜査をしていれば、当然ですね、この問題については担当の部門の記者は取材して書くと。先ほど申した通り、公設秘書が政治資金規正法で立件されるかどうかというのが最大のポイントですし、ただ先ほど申し上げた通り、なぜこんなに連続してスクープが取れるんだろう、検察はそんなに、まあ、脇が甘いわけないのになとこう思うわけですね。そこで刑事事件、地方記者はそういうふうに考えるんですが、私のような政治記者は別に考えるわけですね。これはそうどういうふうに政治的な影響があるんだろうか、政治的な影響がどうあるかという視点から見ると、読売新聞のスクープというのはですね、別の様子に見えてくるわけですね。私はあえて政治事件と申し上げました。刑事事件ではなく政治事件、刑事事件として捜査がされてどうなるかはまさに立件されるかどうかですが、政治事件としては秘書が立件されるかどうかよりも安倍さんが事情を聞かれるかどうかというのは大事なんですね。つまり見どころが違うということですね。政治の世界、政治記者の世界から言うと、安倍総理がこの問題で事情を聞かれたということはですね、安倍総理にとってはですね、前総理にとっては政治家としてですね、非常にマイナスであるわけですね。で、本来首相が検察に聞かれるということになりますと、それはですね、なかなか表に出ない、つまりもうわからない、こんなのこういうのが出たときにはですね、もう聞き終わってるっていうのが普通なんです、わからない。ところがどうも今回は安倍総理の事情聴取をこのあとやるよやるよっていうニュースが出てくるわけですね。もう今日あたりやってるかもしれません。もしかしたら国会が終わったらやるということでしたので、今日土日なんていうのはどっかのホテルでお話しされてるかもしれませんね。わかりませんよ、これ全くの類推です。でもいずれにしてもですね、安倍総理が、前総理が東京地検特捜部に公職選挙、いやごめんなさい、政治資金規正法違反の疑いでそのことについてどれだけ知っていたかというのを聞かれるということはですね、非常に安倍総理にとってはマイナス、今後の政治活動にとってマイナスの可能性があるわけですね。つまりそういうニュースがスクープとしてリークされているということなんですね。事件、刑事事件としてのこの問題と、安倍総理が事情を聞かれる政治的な事件としてのこのニュースのいわゆる意味は全然違うということなんですね。そうしますとね、先ほど申した通り、安倍総理がもしこんなことを聞かれて政治的に影響力を落とすということになったら誰が得をするのかということを我々は考えるんですね。政治記者は政治的に誰が得するんだと、こんなものを流れて安倍総理は得、
損得するわけない。しかもこの間まで安倍総理と非常にいい関係だった読売がなぜ安倍総理の悪い話を書いてるのか、しかもこのリークはなんとなく首相官邸から出てるんじゃないのかなっていう気がするわけですね。気がしてるだけですよ。菅総理当然この情報は知ってるだろう、全く知りませんと国会でもおっしゃってますけれども、それをそのまま鵜呑みにするほど記者は緩くないですから、おそらく当然知っているだろうと。ということはこの捜査を黙認をしているし、この情報が先ほどのように流れていくことも実はある意味、まあことさらですね、政治記者というのは、政治メディアというのはですね、こういうふうにひねくれてものを考えていく存在でございます。事件は事件ですけれども、実はその事件の裏に政治的な思惑動きはどこにあるんだろうというのがですね、我々の考えているメディア、政治メディアの、まあ、なんて言いましょうかね、業といいますか、性格なんですね。まあ、なんでそんなようなことがですね、これから、まあ、そういう記者が出来上がっていくのかということをですね、ルールちょっとお話をね、させていただこうかなというふうに思います。さ、私今こんなような解説をしましたけれども、若い頃からですね、こんなひねくれたものの見方をしてたわけでは全くございません。23歳で毎日新聞の記者になった時にはもっと素直なですね、純真な記者でございました。記者はですね、初めから政治記者というのは当然いないんですね。地域の支局というのがございます。まあ、東京なんかでも新宿とか隅田の方にあったりしますけれども、その他地方のですね、都道府県の県庁所在地には必ず地方支局というのがございます。そこから我々記者はですね、スタートするということなんですね。最初は当然そこに書きましたけれども、県警本部とか地元の警察署を回って、それから高校野球の取材をして、そしてまあ 4,5 年経ったら東京本社に戻るという形になっているんですね。まあ、テレビ局の、ね、記者の人は地方に支局がございませんので、みんな東京の記者になります。入社1年目で政治部に来ましたので、もう22、3歳でマイクを突きつけるというこういう役割をしておりますが、新聞社の記者でございますので、みんな 4,5 年前はどっかの地方の記者をやって、私も最初から政治記者になろうとは思わなくてですね、埼玉県の浦和支局に行った時には、スポーツの記者か社会部の受験記者になりたいなと思ってました。政治なんか全然知らない、全く興味もない。ですから県警で一生懸命、警察の、特大を取ったりですね、スポーツ記者になりたいもいいなと思ったから、高校野球とか高校ラグビーとか一緒にやっておりました。そしたらですね、ある時支局長から呼び出されてですね、君ねと、政治にはね、事件記者のセンスが必要なんだと、政治家の政策とかそんなことばっかり聞いてるだけじゃダメだと、これから何が政治の世界で起きるかって、そういう事件記者の感覚が必要だから、お前は政治部行けと言われてですね、それで私ある意味いやいや東京の政治部と行きました。東京のね、新聞社っていうのはこういうふうになっておりましてね、まあどこの新聞社も一緒ですが、東京、大阪、名古屋、西部、北海道に拠点がございます。そしてそのこの、まあ、4本社って東京、大阪、名古屋、西部、それぞれが別々の新聞を作ってますので、これをまあ4本社と普通言っております。編集権を持っているので本社という言い方をしているので、商法上の本社ではございます。そしてまあ北海道がで、それぞれがですね、取材部門と、それからページを作っていく整理部門と、それからそれぞれの地方支局がたくさんありますので、ここをですね、統括する、まあ、3つの部門に大体分かれているというなっているんですね。で、地方から上がってきた記者の半分はこの整理部門というところに行き、半分は取材部門に行って、それぞれ社会だ、政治だ、経済だ、外信だと振り分けられるということなんですね。若い記者ですから、自分は社会に行きたいとか、特派員になりたいとか、いろいろ思いがあるんですが、基本的には自分の希望は叶いません。上の人が自分のその人の適性を見てて振り分けていくということになるわけですね。
ここにね、ちょっと書きました。大体ですね、政治の記者、政治メディアと言いますけれども、政治家といろんな渡り合えるようになるには10年ぐらいかかります。先ほどのように支局から私、政治部に行きました。政治部に行ったらですね、どれだけ担当セクションがあるかというと、これだけあるんですね。当時ですよ、当時。政治部の記者は、国会とお役所と2つのグループに分かれます。お役所の方は厚生労働省とか外務省とか防衛省を担当する。それから国会の方はですね、首相官邸、この担当にまずなります。自民党の担当、それからまあ今は立憲民主党ですけど、私がいた時は社会党とかね、民社党とかございました、公明党とか、そういう政党の担当になっていく。自民党の担当の中でも各、私は竹下派担当でしたけれども、今だったら安倍派担当とか二階派担当とか、また分かれていくんですね。そうやって30人か40人いる政治部の記者が1人ずつ担当を振り分けられていきます。首相官邸には6、7人の記者がいる。自民党にも派閥の数だけの記者がいて、プラスキャップとかサブキャップがいる。こういうですね、世界に分かれていくんですね。ですから私も最初はこの首相官邸の担当で、竹下登さんというね、元総理、今亡くなられてしまいましたけれども、この方の担当なんです。まあ、そういうですね、細分化をされた世界が実は政治の取材する世界にあるわけですね。首相官邸担当の一番若い首相番記者、首相政治記者になって1年とか2年とか、そういう世界の方たちですね。最近は女性も本当に多くなりました。私の時にはですね、本当に女性はいなく、男ばっかりの世界でした。今はたくさんいらっしゃる。私がいた頃は IC リポーターなんかなかったですから、みんなメモしてる、新聞記者メモして、今メモしてる人なんか一人もいないですね。まあ、時代は変わったなと思います。新聞記者のメモは裁判になったら証拠能力があると言われたぐらいですから、本当にメモを、ね、取るのには必死だったんですけど、今はもうみんな IC リコーダーですね。でこれをって正確にその人の言葉を取って、そして、また記者がいる記者クラブに戻って、その喋ったことを今度はパソコンに起こして、それでその人の発言として記事を書いていくと、まあ、こういうのが最初にやられる仕事。それからいろんなお役所の担当、先ほどありました厚生労働省とか外務省とか、官僚の世界というのは官僚独特のものの発想とか、それから意見がどうやって採用されているかというメカニズムとか、まあ、言ってみれば生理現象があるわけですね。その官僚の世界のメカニズムを知るためにも、若いうちにこういったお役所の担当記者をやります。そうするとようやくですね、本来の政治家の考えを取材をするというところに向かっていくわけですね。ですからいきなりですね、石破茂さんの担当になったりとか、それこそ二階俊博幹事長の担当になったりとか、ありえないです。そこにたどり着くまでには最低地方で5年、それから政治部に来てから5年ぐらいだか、まあ、ですから30過ぎから35、6の、まあ、頭も一番冴えて体が一番動く、夜寝なくても全然平気、こういう連中がそういう人たちを相手にしているわけですね。これは野田総理の首相の日々です。首相の1日の日程ですので、皆さんも新聞でご覧になっている方たくさんいらっしゃると思うんですよね。その日総理が会った人がずっと何時から何時もだったから、ずっと出ている。私もしょっちゅう見ます。政治の面の記事の中で一番面白いといえば面白い。首相という権力者が誰と会って、誰の話を聞いて、どんな知恵を授かっているのかということがよく分かる。最近菅総理は朝首相官邸近くのホテルに行って朝ごはんを召し上がって、夜も近くのホテルで夕ご飯を食べるというのがですね、首相同棲に載っております。この首相同棲日々の一番最初はどっかのホテルに行って秘書官とご飯を食べた、
後ろの方は誰々とご飯を食べたって書いてあります。総理大臣になりたての頃ですね、ご飯を食べた相手がちゃんと出ていた、誰と会ったか書いてあった。つまり総理が誰の話を聞いて自分の知恵の中にそれを落ち込んでいたかが分かったんです。ところがある瞬間から毎日秘書官と食事をするようになった。同じ人と毎日食事をしている。おかしいですよね。そんな同じ人といつも飯なんか食いたくないですよ。当然ですね、総理はその人たちとは食べてないわけですね。カゴ抜けと我々は言うんですけれども、ホテルのレストランに入る、秘書官と一緒に入る、秘書官と一緒に席に着く、この人たちと食事をしたということでここに乗る。その食事の途中で、まあ、もしくはですね、食事が来ない前にその席から総理だけ抜け出るんですね。そして別の部屋へ行く。別の部屋に本当に会いたい人がいるんです。だけども表はここに書かれている中では秘書官と食事をしたとしか書かれてないんです。昔かつてでしたらね、自民党は料亭政治とよく言われていましたけれども、料亭に行って誰々と、まあつまりバレてもいい人と食事をしていることになっているんです。2時間そこにじっとしてないんです。総理は、竹下さんもそうでした。その料亭の別の部屋に本当に会いたい人がいるんですね。そこへ、その部屋へ行って本当の話はそこです。そして終わったらまたみんながいるところへ戻ってくる。こういうですね、カゴ抜けと言います。私も一度苦い経験があります。京都で金丸信さんって昔自民党副総裁やった方がいました。当時はね、いい時代と言いますかね、まあ、緩い時代で、記者の君たちも料亭なんか行ったことないだろうと言われて、京都で金丸信さん、そして野中広さんという方がいましたけども、お二人の席に僕ら呼ばれて、そこでもう生まれて初めて、多分、最後死ぬまでない、その料亭の京都のですね、一力茶屋という有名な大石蔵之助が遊んだというところですよ。そこに連れて行っていただいてですね、感激をして、もうただ口を開けて酒を飲んでると、あ、これが舞妓さんですかみたいな。そうやって我々がですね、バカをやってる隙に金丸さんはそこからちょっとトイレだって消えるんですね。消えていなくなって、誰と会っていたかといったら、当時社会党の委員長だった田辺誠さんだった。そしてそこで北朝鮮の訪問、これについて2人で合意をする、決めていたと。非常にまあ日本の北朝鮮とのまあやり取りの中でも重要なです、ね、当時紅子船長という方が抑留されていてですね、この方を取り返すというのが政治課題だったんですね。そのためには自民党と社会党が手を結んで北朝鮮に働きかけないと無理だということで、お二人があって、これをですね、私たちはただ酒を飲んでいて知ることがなく、だいぶ経ってから読売新聞に抜かれてですね、私はもうデスクからですね、本当にもう髪の毛が抜けるくらい怒られましたけれども、まあ菅総理もそれをやってるんですね。今総理大臣はいろんなとこへ、国会行ったりいろんなとこ行きます。そうしますとそれを追っかけていくんですね。総理の車に1台だけ銀色の車がくっついてきます。そこには共同通信と時事通信という2つの通信社の記者が2人乗って総理の車の後を追っかけます。総理がどっか消えて逃げないようにですね。残りの記者は事前にある程度日程を把握してますので、追いかけていく、走って追いかけていく、もしくは先乗りする。総理が来るのを待って、例えばどっかのホテルのエントランスで待ってるとかですね、そういうことは一日中ですから、総理が行くとこうくっついて追っかけ回してるんですね。そしてそこで何があったかを見て、もちろん安全対策上ですね、総理がもしそこで何かアクシデントが起きたら、その現場を押さえなくちゃいけない、写真を撮らなくちゃいけない。今みんなスマホ持ってますから、写真撮ろうと思ったら、動画撮ろうと思って撮れるわけですね。ですからそういう意味でも常にくっついて、そしてここの場合は8時21分夜公邸に入りますよね。ここでまあプライベートの時間というか寝るわけですね。そこまでウォッチをする。最終的に総理は寝ましたというのを秘書官がこの共同と時事に伝えてきます。それまで仕事なんですね。あの総理番の方たちはだから物を考える暇がない、ただ追っかけ流すだけ。
でも考えるなと言われてるんです。考えるなと言われてないけども、ともかくお前は追っかけることが大事だと、こういうことをですずっと言われている。ただですね、昔は総理大臣が官邸や国会の中を歩いているときには、総理番だけが横からですね、総理、今日の閣議で決まったことについてどうお考えですかとか、総理、東京オリンピックは本当にできるんでしょうかとか聞いていいことになって、昔はこの人が出る前まで、小泉さんがなるまではですね、歴代総理に歩きながら取材をしていくということができたんです。小泉時代から禁止になったんですね。そしてずっとルールもあってですね、総理の右側から話を聞くと、左側から行ったらスピンバーンと跳ねられる。つまりそこだけそのルールを知ってるわけですね、総理番は。だから右側から近づいていっても SP は排除しない、それ以外のものが近づいたら排除するという、まあそういうルールを総理番との間で作って、総理が国会の中ですとか官邸の中を移動しているときにわっと周りを囲んでですね、話を聞く、こういうことをずっと今までやっております。さっき言った私、最初に言った密着型の取材をずっとしていたわけですね。ですから総理番が本当にお休みができるのは、こういう総理大臣が外国に行ったときだけです。外国まではついていきませんので、そのときは総理番お休み。ああ、総理、ずっと帰ってこなきゃいいのにと思う。でも必ず帰ってくるんですね。帰ってくるともう羽田までお迎えに行かないか、お迎え、取材に行かないか。そういう世界なんです。でね、私たちのときね、携帯電話ないです。総理が何言ったかっていうのはね、どうするかっていうと、この官邸の入り口にですね、本当に4畳半ぐらいのですね、4畳半から6畳ぐらいの小さい部屋が、小部屋が、そこを番小屋って言ってたんですね。そこに携帯電話ないですから、黒い固定電話が6つぐらいある。総理を話し、こうに聞いたら、そこにかけて入っていって、ジーコジーコ、官邸キャップのいるところに電話をして、今、総理がこう言ってました。300メートルぐらい先に記者クラブがあって、そこにいるんですよ、キャップが。走っていけばいいんですけど、走っていく間にまた何か起きたらいけないので、もうその番小屋で電話をする。番小屋、ガラスがありますので、ね、そこで誰か出てきたら見えるわけです。ところが、電話の数が限られてますから、大体総理番は十何社いますので、大体半分の人は電話できない。前の人が終わるの待ってる。待ってるとね、なかなか電話するんですよ、意地悪だからみんな。そうするともう待ちきれなくなって、結局首相、記者クラブまで、ね、走って連絡に行くっていうこともね、あるんです。まあ、大事なことだったら余計走っていかなくちゃ。まあそんなですね、牧歌的な時代もあったんですが、まあ今はね、もう携帯であったり、それからもう今多分 LINE でシャシャシャッと送ったりとかですね、してると思うんですけども、まあことさらですね、若い時期でそういう面倒くさいというか体力勝負だった。そうやって政治家に密着をして、ずっとくっつきながらその人物を、様子をですね、知るということをですね、ずっとやってたんですね。まあ時々は竹下さんなんかも自宅のですね、渋谷の台座というところに自宅がありましたけれども、そこに記者を全員呼んでですね、そして、まあ、朝ごはんを食べさせてくれたりとか、君らも大変だなと言ってですね、やってくれました。まあそういうですね、ある意味今よりはもうちょっとこう人間的なですね、世界があったかなというふうにも思うんですね。で、私竹下さんの総理番をしばらくやった後ですね、次に担当したのはこの人だったんですね。47歳の時の小沢一郎さんですよ。小沢一郎さん、小石川高校文京区のご自宅がありましたよね、湯島にね、昔。この小沢さんの担当っていうのをずっとなって、この担当が1989年ぐらいですから、あれからそうしますともう30年ぐらいになるわけですけど、今も時々年に何回かお会いします。皆さん小沢一郎さんというとなんかね、ちょっと怖いというか、あまりこういい印象を、ね、持ちにならない方ももしかしたらいるかもしれませんが、実際お酒飲んでもちっとも楽しくないです。全然楽しくない。でもね、それでも私30年お付き合いしましたから、そういう意味で言いますとね、なんて言うんでしょうかね、まあ、歯応えがあるって言ったら怒られちゃいますね。政治家としてやっぱりすごく
しっかりした方だなと、いろいろね器用方便ありますけれどもすごい人だなと思う。当時ですね、まあ、官房長官、官房副長官でしたので、官邸と国会の間の連絡調整をやってたんですが、常に赤坂プリンスホテルに泊まっておられました。ですから今度次の私の取材は総理ではなくてこの人をかけ回すことなんですね。総理副長官版だと。しかも実力派と言われてましたので、この人から今起きていることを何か考えを聞かなくちゃいけない。ところが何聞いても話してくれ。赤坂プリンスのホテルに朝7時ぐらい出て官邸に行って、夜の11時ごろ帰ってくる。今赤坂プリンスホテルは建て替えましたから、状況違いますけれども、昔はね、なんかこう大理石みたいな広いロビーがあってですね、我々が座るような椅子がないんです。本当に3つか4つしかない。ホテルったらなんかこうロビーにソファーがいっぱいあるような、ね、感じがするんですけど、赤坂プリンスホテルは残念ながらない。なんかベンチみたいなのが2つ3つあるぐらい。だからずっと立ってなくちゃ、立って待ってなくちゃ。11時までですよ。そして11時ごろ帰ってくるんです、この人が。で、あとバッと駆け寄って、先生今日はって、副長官今日はって話をすると、半分酔ってるんですね。酔ってる。なぜかこんなことやってるわけですよ。料亭で永田町満願という料亭があったんですけどね、そこに行って麻雀やったり、政治家の人とタバコパーパーふかしながらお酒も飲む、大酒ですよ。それを終わって帰ってくる。我々はね、料亭の下で見てるわけ。明かりが消えるのとか、まあ、騒いでるので、だんだんお開きになってきたなって、先に帰る政治家もいるので、その人に今日小沢副長官と何話しましたって聞くわけですね。総理番とあんまり変わらない。で、その後そろそろ帰るぞと思うと、赤坂プリンスホテルに移動して待ってると、なかなか帰ってこない。その後麻雀なんかやってるわけですね。で、11時とか10時に帰ってきて話を聞こうとすると、ん、なんもない、早く寝ろバカって言って消えていくんですね。それが365日です。そういうね、本当にこうね、なんていうんでしょうか、理不尽な生活をしました。ところがですね、それはね、理不尽といえば理不尽ですけど、理不尽じゃないんです。そこでもう小沢さんはコリコリだという記者はそれでもう終わるんです。逆に言うと、小沢一郎さんからすれば、そういう若い記者時代を送って、それでもなお自分のところに取材に来るやつを本当に相手にするということなんですね。ですから膨大な予選みたいなものがですね、朝の、私の当時千葉にいましたけど、朝の5時に自分の家を出て6時過ぎにこの人の家に行く。本人が出てくるのは8時頃なんです。2時間待ってらっしゃる。なんでそんな早く行ってるか。8時にこの方が車に乗って国会に行く。車というのはですね、お分かりの通り運転手がいますよね。隣に助手席がいますよね。そして後ろに2人ないし3人座れるわけです。つまり秘書が運転をして、小沢一郎さんが後部座席の左側に座ったら、助手席と右側の後ろの席と車軸のある真ん中の硬い席と3人記者が乗れるんです。この3人、これを箱乗りと言うんですけど、この箱乗りする3人はどうやって選ぶかといったら、その小沢さんの家に早く来た順で、誠に正しい自由席に乗るようなもんです。あんまり乗りたくない自由席なんですけどね、乗る。そのために6時過ぎにやっぱり番小屋っていうね、畳の部屋があってですね、そこになだれ込んでくるわけです。みんなそれはね、乗りたかったら5時に来りゃいいんですよ。でもそんな早く来れない。みんなもう前の晩だって、実は11時過ぎですから、この人もやっぱり帰ってくる。だからギリギリ何時かなって妥協する、一番6時過ぎぐらい、暗黙に大体そこなんです。そうすると6時1分に朝日新聞が来る、6時1分30秒に毎日の俺が来る、6時2分に読売が来る。これでもう終わりなんですよ。で、6時5分に来てももう乗れないんです。そして乗って3人は話を聞きますけど、他者にはもう絶対それ話しませんから。そのために朝日早起きして、そういうことをまた365日やるんです。私もそうやってまあ行って、昼は国会にいて、でももうそんな朝からそんなことやってますからね、倒れて寝てますよ。で、夕方午後3時ぐらいからまた今度は議員会館をぐるぐる回って、
この派閥の竹下派の他の議員とこう回っていく、そして原稿を書いていく、そしてまた夜回りに行く、他の議員を回っていく、そして最後にまた小沢さんのところに行って小沢さんを捕まえる、そしてまた本社に帰って原稿を書いてチェックをして、臨転機回るの1時半ですか、そこまでいるわけですね。そうやってその後一杯飲んで家に2時半とか3時に帰るんです。そしたらもう5時にはまた家を出るんです。これをずっと担当の間やり続けるというのが実は政治者なんですね。そうやっているうちに少しずつ口を聞いてくれるようになるという世界なんですね。まあ、小沢さんはね、こんなことを私たちに言っておりました。俺は君たちと仲良くなってるけども、全く君たちは俺の友達じゃないから、こういうですね、俺が君たちに一つ一つ説明をしているのは、君らを記事を読んでいる国民がいるからだと、君らに言ってんじゃないんだと、君らの向こうに言ってる君らの書いた記事を読む有権者がいるから、俺は一生懸命お前たちと付き合ってんだと、こういうことをよく言ってました。まあこういうこと言われちゃうとですね、なんかちょっとがっかりしちゃう時もあるんですけども、でもそれは本当に正しい、楽しい。そしてね、彼はよくこう言ってたんです。質問をするとですね、なんだお前、要するに丸書く、なんてくだらないと、なんでそんなね、分かりやすいことを聞くんだと、お前だと、君だと、何年形成会の飯食ってんだと。いや、僕、形成会というのは竹下のことを形成会って言ったんですけど、竹下の議員じゃないですから、竹下派の飯は食ってないんですけど、実はですね、竹下派というのはですね、昔から議員の総会がありますとね、全員同じ弁当を食うっていうのが伝統だ。例えばですね、宮沢派という派閥がありました、かつてありましたね、今の麻生派です。そこにお手伝い行ったことありますとね、そこの議員総会の昼ご飯というのはですね、そこにカレーがあったり、カツ丼があったり、なんとか定食があったりですね、さまざまなものが並んでるんです、用意してる。そして議員の人はそれを好きなものを食べる。竹下派に行くとですね、全員同じ弁当を食うんです。そして10個ぐらいだけね、ざるそばがあるんです。これはご年配の長老の方が召し上がる。あとは老いも若きもみんな同じ弁当と。そして我々も1000円払ってその弁当をいただいて買ってですね、交換してですね、まあ1000円払ってですね、そして食べる。だからまあ彼が言うところで言えば、お前だってお前たちだって俺たちと同じ弁当を食ってるだろうと、もっと勉強しろと、俺たちの考えていることをいちいち俺に聞かなくても分かるぐらいもっと考えろと、こういうことをね、こういう表現で彼は言ったんですね。これ正しいんです。やっぱりですね、いちいち一つ一つ聞いてね、これどうですかって聞いてる人はダメなんです。聞かなくてもこの人たちはこういう時にはこう動くだろうなっていうことが分かるようにならないと、実は政治記者としては成り立たないんですね。昔はですよ、つまりこういうことなんですね。政治とメディアということで、まあ、お題をいただいてますけれども、メディアがなぜ癒着とも言われるような形で政治家に近づくかということはですね、政治家がものをしゃべるということはですね、必ずしも本当のことをしゃべってるわけじゃないんです。嘘を言ってるかもしれない。嘘は言わないけども、本当のことは言ってないかもしれない。だから彼らはどういう時にどういう思考方法をして、そういう時にはどんな行動を取る癖があるかということをですね、まあ、公言学という学問はありますけれども、ともかく政治家を観察してなくちゃいけないんですね。観察するってことは、味方だったら観察できないんです。情が移って。やっぱりどんなに仲良くなったように見えても、じーっと乾いて政治家を観察してなくちゃいけないんです。でも観察するためには近づかなくちゃいけないんですね。遠くから見てたら観察できないんです。まあ、かっこいいこと言ってるようにも思われるかもしれませんけれども、政治家に密着するというのは、できるだけ近くに行って彼らの考えや癖や行動パターンや、それを知るということなんですね。政治の世界はですね、もう一方で必ずスケジュール闘争だということがあるんですね。簡単ですね。日本の国は4月から来年3月までの予算を組んでスケジュールが動いております。予算を
組んでるということは、いつ予算が上がるか、その予算がどう執行されるかということがスケジュール的に決まっているということですよね。それを前提に物事が組み立てられている。国会であれば国会が開催される期間は決まっているから、その期間に派手な動きはできないわけですね。つまり1年365日彼らは政治のスケジュールをよく考えている。この1年間で何がどれだけできるか、スケジュール的にそれが可能か可能じゃないかということをずっと考えている。それをですね、我々は読み切らないといけないんですね。読み切ればいつ頃何が起きるかということが予想できるわけです。予想できれば何か予兆を見つけることができるんですね。予兆を見つけられればその向こうにあるものが見えてくるという、それがですね、本来の政治の取材なんですね。まあそういうことができる政治家、そしてそういう取材をするに足る政治家は、ね、普段から付き合っているとですね、よく見えてくるんですね。例えばですよ、小沢さんと飲みますと言ったら必ず1回交代でおごり合いをします。そして小沢さんをじっと見てるとですね、我々とお酒を飲んだときにどういうふうに支払うかなと、そのままお金を払わないで領収書でももらわずに出てったらですね、後で請求書が事務所に回ると、多分これは政治資金で処理されるなと思うわけです。小沢一郎さんと飲んでるとですね、彼は現金で必ず払います。そして領収書はいらないと書いてます。それは何を意味するかといえば、我々からすればです、この人は記者と懇談した費用は一切政治資金収支報告書には載せてないなと思うんですね。現金で領収書なしですから、領収書ない政治資金収支報告書はありえませんか。それ違反ですからね。で、現金で払ってます彼は。彼は自分の、まあ、歳費をもらったポケットマネーから払っているだろうと、こう推察できるわけですね。ですから彼の政治資金収支報告はかなり緻密に、まあ、きちっとですね、出しているなということが予測できるんですね。まあ大体彼はこんな自分の知ってるですね、行きつけの小さな寿司、お寿司屋さんとか焼き鳥屋さんとか、そういうところしか行かない。まあそういう意味でもですね、我々からすると安心して一緒に飲める政治家なんですね。後でこの記者に政治資金でこのお店に行きましたなんていうのが仮に書かれると我々としては大変困るわけですよね。だからそういうことがないように一回一回こう、まあなんとなく確かめたり観察をしてるんですけれども、一方で先ほどいらっしゃった野中さん、この方はですね、私も京都に取材に何度も行って一緒になりました。私なんかが今日は先生、我々にお支払いさせてくださいなんて言うとですね、こう言って怒っていました。君はこんな席で年寄りに恥をかかせるのかと、年寄りには黙って言う通りにしていればいいんだと言ってですね、ピシッと小さい声で怒られます。そこまで言う人は絶対これをまた収支報告書などに書いてうんぬんってことはないなと、別の意味で信用ができるんですね。実際そうです。まあ野中ひろむさん、私も大変お世話になりましたけれども、ただですね、こういう方たちがじゃあそういう付き合いをしているからといってこういうものを二度と書くなとか、こういうものを書けとか、つまり記者の取材活動や執筆活動に対して何かを言ったということは一度もありません。こういう人は、こういうレベルの人はそんなつまらないことは言わない。先ほど小沢さんがね言ったという、君らの向こうに有権者がいる、こういう言い方をしましたけれども、まさに自分たちの意のままになる存在とは全く思ってないんですね。どんなに親しくてもですね、親しくなったように見えるだけなんですね。でもそれで我々はいいんだと、それが正しいやり方だと思うんですね。まあ政治記者
コメンテーターの中にはいろんな方もいらっしゃいますので、それはそれでね、それぞれの取材の仕方だと思いますけれども、まあ、幸いか残念か、私も総理から一度も寿司屋に行こうと言われてませんので、そういう心配はないんですけれども、でもね、私はだからまあそれぞれのやり方だなと思いますけれども、そういう意味ではいまだに記者であり続けていると実は思うんですね。小泉政権になってからですね、実は選挙の仕方が小選挙区制度に変わりました。小選挙区制度は皆さんご分かりの通り、半分の票を取らないと当選しないわけですね。それまでは中選挙区制で複数立ってましたから、 2,3 割の票で当選をできた。ある意味政治の世界は自分のコアな支持者の人たちをきっちり固めていればバッジがつけられた世界だったんですね。ところが小選挙区制になって半分だ、つまりそういう意味では政治にあまり普段関心のない人も含めて多くのですね、有権者を引きつけなければいけない。そのことに感覚的に分かっていたのはこの人だと思ったんですね。この人は先ほど言ったぶら下がりをやめました。つまり我々がやってきた政治家に密着してものを考えて、その密着してものを考えて出た情報を政治面に書くと。そんなことよりも毎日一回テレビカメラの前でぶら下がりをやって、国民が夕方から直接それが見れるようにすることの方が票に結びつくと。つまりプロの政治記者いらないと、こう考えたんですね。政治があって、メディアがあって、メディアの中には政治記者という分析する集団があって、そして有権者がいる。この真ん中いらないと。テレビカメラでここをつなげれば直接働きかける、そのことの方が5割の支持を得るのに手っ取り早いと、そう考えたのが。だから報道番組ではなくて、もっといろんな方が見る情報番組を大事にして、総裁選は情報番組が非常に分かりやすいのはこれなんです。国技館に行って取材に集まったのはスポーツ紙です。スポーツ紙は首相官邸に入れません。政治報道ができません。彼は自分でスポーツ紙に近づいたんですね。スポーツ紙の記者は直接自分たちに語りかけたこの人には好意的です。だから派手な見出しもつけて面白く書く。劇場型というのはテレビだけじゃなかったんですね。スポーツの世界でもそういうことが、それが彼の大衆を味方につける、大衆を味方につけるかというのは5割の支持を得るということだったんですね。そういうことで言いますと、私がルールを説明してきた政治ジャーナリズムというのは密室の中に食い込んでいく、そこで密室で決められた決定事項をどうやって取ってくるか、そういう世界だったわけですが、小泉さん以降はですね、むしろオープンな場で喋った方がいいと。記者なんかいろいろ変なねじ曲げて書くから、テレビの前で有権者の方にまっすぐ語った方がいい。これが小泉さん以降の政治の方が築いたメディアとの関係なんですね。そして表でテレビを通じてこう思うと言ってしまえば、裏でいくら我々が書いてもですね、こう思うに言っちゃうんですね。総理大臣はそう言ってるわけですから、そういう世界を作ったと言えるわけですね。まあその流れを安倍さんも実は引きずっていって、でも安倍さんはもっと狡猾で自分の信頼するメディアをかなり選別をしていたんですね。これなぜか、5割の支持を取る必要がなくなったからなんですね。野党が弱くなって、国民の政治にちょっと諦めたり、まあ、関心を据えた人は投票に行かない。そうしますとね、3割の世界に戻っても通用するんですね。まあコアな支持者という言い方をしています。そのあたりがですね、彼の安倍さんの、小泉さんと安倍さんのまあ違いと言えるのではないのかなと思うんですね。まあ、いずれにしましても、私は密着するずっと政治の経験をしてきましたけれども、まあ、それとはね、今違う方向にメディアと政治の在り方は移ってきているというふうには思います。でも本当のコアな支持を決定する人はまだ二階さんであったり菅さんであったり、そういう叩き上げ系の方がいるわけです。そういう意味で言いますと、我々のやっぱり仕事というのは当然ある。むしろテレビに向かって語りかけていることの裏で何を考えているかということをちゃんと掴み取らなきゃいけないという意味では、我々の存在というのは
まだまだ必要なのかなと思うところでもございます。どうもありがとうございました。龍崎先生、誠にありがとうございました。